파라오 에? 네? 난다떼? 파라오 っていう 느낌이 딱 있어요. 파라오 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 私もちょっとよく 分かんないんですけど 파라오 って何? え? パラオで行ったことある? え? どこにあるかわかんないですけど。海が綺麗って聞いて。海が綺麗。ああ、え、どこなの?リゾート地的な?リゾートっていうか本当に海が綺麗なところで。湿度かなり180%ぐらい。え、そうなんですか?すごい暑くて。けど、そのダイビングしに行ったんですよ。あ、行ったの?パラオに行きたいって言ってたんですよ。で、その海が続けた。海がめっちゃいいじゃん。へえ。っていうところを見たいところ。 ダンサーなんだけど日本のレッキンクルオーケストラのドミニクさんね、支持するダンサーでね、すごい日本のダンサーリスペクトしてるらしくてですね、動きが全然わかんないね。別途16でビビのヤスを破るっていうね、バンクロワーズを起こして、ジャネーバ大のヒップホッパーですね。波がすごいですね、体の。リーコントロールすごい。あ、すっごい関節がおかしいな。ティム、俺はね、もう有名ですよ。フランスのね、レジェンドチームって言われてるね、赤ボンドクルーのメンバー。あ、赤ボンドクルー知らないでしょ絶対。でもこれ世界大会でも優勝経験がある人ですから、決勝でね、くしくも負けてしまいますけど、 ね、ジャストゥブっていうね、世界最大級のね、イベントでもヒップホップだったりハウスだったりね、常に上位で、もうトップバトラーってやつですね。これはもう重力感じてないもんね、この人。めちゃくちゃいいやつらしいよ。重力感じてないよ。全然感じてない。いい人なのこれ。めっちゃいい人らしい。こんな見た目で怖いけどね、ちょっと。うん、見た目怖いけどめっちゃいい人らしい。ちょっと踊りが素晴らしい。素晴らしいです。早いね、早い。 Boy,
preaching the truth in the flesh is an artist. You see how we make it, you dance until we make you all crazy. ええ
人生の教訓。3、2、1。よし、死ぬほど練習しよう。やっぱそんな感じになっちゃうね。ということですか。スキャン髪型が決まってますね。決まらねえよ。前日予選意気込みじゃちょっとどのあたりですか。いや、勝ちます。こんなんで言うかいな。じゃあラスト、そうですね、死ぬのは悪いので、テレビの前のファンに向けて、超滑舌のいい英語で、まあ、台湾ということで今ね、みんな英語バリバリ使ってますんで、英語でちょっと一言お願いします。いきますよ。はい、じゃあメッセージ。はい、3、2、1。Good morning. How are you doing? I'm good. See you. みんな清楚系になってますよね。そうだね。だってカズちゃんも。めっちゃ大きかったよね。ほら、何それ、スカート、何ですか。いや、今日はいろいろあったんですけど。え、はい、男。違います、男じゃないけど。いろいろってするしかないじゃん。いや、全然、いろいろ事情があって、今日は接する。すげえ、カーディガンに黒のスカート、どこがギャルさんだよ。いや、でも私はギャルです。はい、ギャルなんで。どうしたたまには。ギャルってのは概念なの。概念って何ですか。ギャルだわ。やっぱギャル。言葉通じてギャルだ。やっぱギャルですよね。ギャルが一番いい、自分的には。ギャルが一番可愛いと思います、やっぱり。だって化粧品とかね。ギャルも進化してってるんだろうね。そうですね、やっぱ進化してって、薄い、まあ、キレイキレイの子が多くなってるけど。まあまあ早いじゃねえかよ。